や。今日の訓練はここまでにしとくか。ここにいましたか。剣の鍛錬ですか。疲れが溜まっているのではと思って探していたのですが、今の様子を見るに大丈夫そうですね。おお、全然余裕だぜ。ルキナこそ平気なのか。平気です。戦いが続く生活は元の世界でも慣れていましたから。そうか、ルキナのいた世界は大変な状況だったんだよな。はい、とても言葉だけでは伝えきれないほどの惨状でした。なら一刻も早くこの事態を解決して元の世界に戻れるようにしなきゃな。そうですね、それを願っています。それにしても過去に戻るって不思議な経験だよな。自分の父親があんなに若くて違和感はないのか。まあ多少はありますね。でもそれよりはお父様が生きていることの喜びの方が強くて気になりません。あ、私のいた世界ではそのお父様はすでに亡くなっていたので。そうだったのか。変なこと聞いてごめん、ルキナ。いいんですよ、そうならないために私が今ここにいるんですから。お、でも未来から来たルキナが過去を変えるとルキナ自身はどうなるんだ。わかりません。元の世界に戻るのか、それとも過去で身を隠し生きていくのか。いずれにせよ過去を変えたからといって私のいた未来が変わる保証はありません。え、保証はないの。そしたらルキナのいた世界は救えないのか。そうかもしれません。あの地はずっと私たちが去った後の焼け野原のまま。そう思うと胸が痛みますが。じゃあ俺たちが行くよ。え、この世界が平和になったら次はルキナの世界の番だ。焼け野原のままでいいはずないよ。みんなで頑張って元に戻そうぜ。私の世界はすでに滅びかけている世界。そんなところへ行かせるわけには。ルキナたちは今この国のためにたくさん頑張ってくれてるじゃないか。俺はそれと同じことをしたいだけだ。助け合うのが仲間だろ。ありがとうございます。あなたならもしかしたら本当に来てくれるかもしれませんね。だろ、騎士は嘘をつかないからな。ですがあなたはこの国を導く立場の人間です。気持ちはとても嬉しいのですが、その使命を捨ててはいけません。だけど。どうかこの世界で頑張ってください。私たちも私たちの世界で頑張りますから。わかった、なら絶対に負けるなよ、ルキナ。もちろんです。あなたも負けないでくださいね。